はい、どうも皆さんこんにちは、みぐまです。今回紹介するのはですね、ダイオウグソクムシのガチャガチャになります。で、全4種で1回500円ですね。でとりあえず全種類ですね、こちら揃いましたので紹介していきたいと思います。それではね、早速1体ずつ開けていきたいと思います。はい、というわけでですね、全部開けてきました。でね、早速ねブックレットを見ていきたいと思います。ダイオウグソクムシで全4種類ですね。対象年齢15歳以上ということで、で中身はダンゴムシ新聞の号外で、世界最大のダンゴムシの仲間ダイオウグソクムシって書いてあります。でラインナップがね、グレーのダイオウグソクムシ、赤茶色のダイオウグソクムシ、クリアホワイトのダイオウグソクムシと、でレアでリアルカラーのダイオウグソクムシの4種類となっております。で早速ね、グレーのダイオウグソクムシから見ていきましょう。でいつも通りね、この丸まった形を保持するための補助パーツがついております。で中もね、ダイオウグソクムシの中にブックレットが入ってます。グレーのダイオウグソクムシは結構何回もね出てきているので、まあ、いつもと同じ感じですかね。これ早くダイオウグソクムシの触覚もボールジョイント製に可動性にしてくれたらいいな。今回変わってるかなと思ったんですけど、そういうところのマイナーチェンジというか、そういうところの変更はないしというところですね。はい、これが足を広げたバージョンのダイオウグソクムシですね。いつも通りね、裏側もかなりの完成度ですね。ちょっと戻ってきちゃってるな、足広げたけど。はい、で目は黒いお目目がありますね。で触覚は特に動きませんが、軟質パーツなので、まあある程度ね保持はしてくれませんが、逃がすことはできますと。特に変わった点はないかな。前のよりなんかまっすぐに開くなったかな。そんなこともないか。じゃあ次ね、赤茶色のダイオウグソクムシ、これもいたかな、どうだろう、わかんないな。赤茶色のダイオウグソクムシはいなかったかな。ダンゴムシは前に何回も見たけど、はい、これも目は黒いと。変わっているのは本当に胴体の色ぐらいですね。はい、ということで足を開いてですね、こんな感じですかね。はい、これが赤茶色のダイオウグソクムシです。やっぱ赤茶色の方が気持ち悪いな、見た目的には。これがね、グレーのダイオウグソクムシと比べるとこんな形ですね。うん、外側の部分はそんなになんか変わったなって感じはしないですけど、やっぱ中を開くとだいぶ印象が変わるかな。この茶色の部分と赤い色した腕がだいぶ印象が違う。腕というか足か。で、可動とかも特に変わらないので、まあ、広げて置いて飾ったりする感じですかね。じゃあ次、クリアホワイト。これなんかこの間あれでいたかな、ストラップでクリアホワイトのちっちゃい版が出ましたけど、あ、でも前よりまっすぐ開きやすくなったかな。なんかすごい開く気がする。これがね、多分前回のストラップになったやつですかね。スイングにいたかな、多分このクリアホワイトのダイオウグソクムシ。それが満を持して巨大化した感じですかね。足を開くのが意外とちょっと大変っていうね、なんかいい方法ないのかな。はい、ということでね、ホワイト、クリアホワイトのダイオウグソクムシですね。パール感はないかな。前回パールホワイトだったっけ、わなんなってきたの。はい、ということでね、クリアホワイトのダイオウグソクムシですね。目の色がね、黒から肌色っぽい薄
大大みたいな色より、ちょっとなんか目にラインが入ってるな。塗装が汚れてるのかなが入ってました。で、内側もこの薄い大大が使われております。でね、クリアパーツなので、この中のね、色が透けてるので、こうね、ちょっと綺麗に見えますね。やっぱ綺麗だな。これが一番綺麗。気持ち悪さはやっぱないな。やっぱ前より開くかな。そんなことないかな。だいぶまっすぐ開いてくれる気がする。で、置くとこんな感じですね。これもね、可動灯はグレーのと、まあ今までのと変化ないですね。こんな形で並べるとこうですね。そしてじゃあ最後、今回の大目玉ですね。レア。リアルカラー。ということでね、これね、パッと見普通のとよくわかんなかったんだよな、違いが。うわ、うちは全然違うやん。お、口もある。すげえ。まず早速じゃあね、色の、外の色はこんな感じですね。最初ちょっとグレーのと違いがわかんないかなと思ったんですけど、こうやって見てみると、だいぶ色違いますね。うん、濃いグレーというか、ちょっと青が入ったような、青というか紫というか感じのグレーに、こう、汚れ塗装といいますか、ちょっとね、こう、塗装が入ってますね。うん、で、これね、口も書いてあるね。こっちのは、口は塗ってないんですけど、はい、普通のはね、口塗ってないんですけど、レアバージョンはね、口が塗ってあります。しかもめっちゃリアルに塗ってある、なんか。気持ち悪。足自体もちょっと青みがかったグレーというか、青紫っぽいような色になってますね。じゃあ開こう、早速。足を開くと、こんな感じです。これ開いてもちょっと戻ってきちゃうやつがあるんだよな、足な。そこどうにかなんないかな。でも足開くとこんな感じになっております。よいしょ。だいぶ印象違うな。外はね、こんな感じで、まあ、さっき紹介した通り、ところどころこう、汚し塗装みたいな塗装が入っていて、かなりリアルってこんな感じなのかな。これ十分この色でもリアルだと思ってたけどな。グレーのダイオグソクムシでも。十分リアルだと思ってたんですけど、こっちがリアルなんだ。こういう色なんだね、本物って。一回水族館に見に行ったことあるんですけど、こんな色だったんだ。なんか深海コーナーみたいに行って、ちょっとなんか水槽のゾーンの色が変な色してたんですよね。そのエリア自体がちょっと暗くなってるというかなんで、そこまで具体的な色は見れなかったんですけど、本物はこういう色なんだ。てっきりこれがグレーの色がもう十分本物なのかと思ってたら、全然ちげえや。うわ、全然違う。まあ、具体的に比べていくと、よいしょ。はい。外の色がこんな感じで、だいぶ違いますね。で、内側も、もう全然違うね、色がね。目は同じかな？で、口の塗装が入ったことによって、かなり生物感が増しています。いや、これはすごい。さすがレアカラーだ。めちゃくちゃかっこいいな。これはいっぱい欲しいかもしれない。あと2、3体欲しいかもしれない。いいな。めっちゃいいな、これ。めっちゃレアだ。うわ。今回、一回500円で安くはないんですけど、ちょっと高いガチャなんですけど、これね、絶対リアルカラー、ファンの人は、このシリーズ集めてる人は絶対これゲットした方がいいですね。ちょっとここが緩いな。やばい、すごいリアル。めっちゃリアル。飾ろう。はい、というわけでですね、今回はですね、ダンゴムシのシリーズのガチャガチャからですね、ダイオウグソクムシしか出ない、ダイオウグソクムシ確定のね、ガチャガチャを紹介いたしました。この動画気に入っていただけたらですね、コメントや高評価よろしくお願いします。また、ツイッターもやっていますので、よろしければ、フォローの方お願いいたします。では、以上、ミグマでした。